天孫氏は、琉球最初の王党とされる氏族で、天孫氏王党とも呼ばれる、天御子が最初に作ったとされる、安守森、沖縄県国神郡国神村のヘドミにて、天孫氏は、琉球最初の王党とされるが、王の起源を説くための神話時代における王党で、伝承上でも実在しない。天孫氏に関する記述は、中山予感に古くから見える。中山予感では、 琉球開拓の際に天の城に住む天帝が天海国、に神々が暮らせる島を作るよう命じた。この島というのは地形的な意味での島ではなく集落とうきではないかと思われる。まず最初に国神村ヘドに安守森を次に泣き神村の金日や部、最上温竹などを作った。しかし数万年経過したものの人々はいだおらずこのままでは 神の霊意を表すことができないので、天帝は自分の子供である男女を地上に下ろした。その後、二人は三男事情を設け、それぞれ長男は国王、次男はアジ、三男は百姓、長女は君、次女はノロの始まりとされる。長男は天孫氏と名乗り、国の主として統治したという。中山良には地上に降り立った男女の子孫から天帝氏が誕生し、 その長男が天孫子であるとし、さらに後世の言い伝えでは、天帝子、天帝子、天孫子という順で称している。また1875年の、聞こえの大君五天並五条五儀式の五次第には、天帝子と天帝子の子供の一人が天孫子の快祖になったと、あり、天帝子は天帝子の五恩読みで、天、帝子とは別の神であると思われる。中山よくによると、 天孫氏の統治は、おっ中に始まり、日の絵馬の年になるまでの間、およそ17,802年、25代にわたって、続いたという。平均すると、1代あたり、約712年間を統治したことになる。期間を表している絵とと年数に関して、多くの研究者は全く触れないか、もしくは、高等無形であるとしている。しかし、東、女関順によれば、 始まりの木の歳の年は、琉球の名が、歴史的に現れた、太陽元年と同じであるため、これから取り入れたと考え、また、滅亡した日の絵馬の年は、春天が即位した1187年の前年に当たる年、すなわち1186年を、天孫氏が滅亡した年としたのではないかと述べている。中山よくによれば、天孫氏は人民に食事、住居、農業、 塩や酢の製法を教え、また彼らは沖縄を国神、中神、島尻に区分、さらに紛りや味を設置したと記している。そして中山に初めて譲渡を建築し、これを首里としたという。しかし、首里城の築城時期の詳細は不明で、さっともしくは第一直しの小橋大台の説があるが、首里城正殿で行われた発掘調査では、 それ以前の14世紀前半から中頃までには築かれていたと考えられる。天孫氏は25代続いたと言われているが、拡大の生命は不伝である。コーラ・クラは、その理由について、天帝という神様の子孫とするなど、神話的に語られていることに関係し、実在しない王党を、あたかも存在していたかのように式に記したために、王の名前を明示し得なかったと述べている。また、 中山ヨプで、前述のように天孫氏の辞跡を説明した後に、はるかに古い時代で、また記録を知らない時代でもあり、さらに度重なる動乱も起きていたので、天孫氏25代の王の生命は、全くもって、不明とし、これに対し、コーラは、大変苦しいコメントと述べた。中山ヨプには、天孫氏は王位を継承して、政治を行っていたが、その後、徳が衰え、生が廃止され、 アジの多くは背いてしまったとある。天孫氏25代の時、進化のリーサムに殺害され、王位を奪われたという。中山予感によれば、毒を持った酒を薬と偽って献上し、飲ませたところ、吐血して亡くなったという。これにより、国は大きく乱れたが、リーサムは、後の春天となる御事と厚に打たれ、春天は、新しい王答を立てたという。ありがとうございます。